東京音楽学校の受験に失敗した桜子ですが、西園寺教授のもとに弟子入りし、東京で1年間修行をしてから再度受験に挑戦する決意をしました。生活費を実家に頼るわけにもいかず、働きながらの浪人生活、ピアノの練習もままなりません。やっと起きてきた。どうして毎晩毎晩そうやって気楽に歌ったり踊ったりしとられるんですか。俺たち軽薄なんだよ。途方に暮れる桜子は画家の東郷から人生の厳しさを教えられます。あの人たちだってたんだ気楽に東京さえいるのと違う。絵が好きで絵が描きたくているのさ。もう一回音楽学校を受験したい。このままじゃ終われんの。それでお腹すかしてあんたが野垂れ死んでもお姉ちゃんはこれから先一切知りません。笛子にまで見放された桜子のため高額なレッスン代を立て替えてくれたのが磯でした。やるだけやってみ。前途多難ではありますが、内緒で桜子を応援してくれる磯のためにも中途半端は許されません。おはよう。おはよう。桜子が住むことになったフロニエ、あ、いえマロニエ荘です。毎朝掃除をすることを条件に家賃を少し安くしてもらえることになったのですが、おはようございます。おはようございます。おはようございます。起きてください。起きてください。うっさい。早起きは三文の徳ですよ。はい、起きてください。三文の徳ってね、それ絶対に嘘なんだよ。俺経験から知ってんだ。だからね、寝る前に。ちょっとその下掃除するで起きてください。お金ねじゃないよ。これは俺の金なんだよ。じゃあ今日西園寺先生の初レッスンだもんね。そっか、初レッスン頑張ってな。はい、あの先生について勉強してたら来年は絶対に合格間違いないから。頑張ります。そんなに甘くないわよ世の中は。何言うんですか。気にすることないからね。さまざまな困難を乗り越えて桜子はようやく西園寺教授の初レッスンにこぎつけたのです。こんにちは、お世話になります。静さんならお勝手の方ですよ。有森です。有森桜子です。有森さんですか。確かレッスンは3時から。はい、少し早く来てしまいました。早すぎますか。こちらへどうぞ。あの先生ったらね。有森桜子と言います。よろしくお願いします。ごきげんよう。こちらへおかけになったら。一時でそんなに喜んでどうするの。入学式でお会いできるとよろしいですわね。受験の時にお会いしましたよね。東京音楽学校の一時の発表の時に。そうだったかしら。ここにおるってことはもしかして落ちたんですか。私は4歳の時からこの教室で先生に教わっているんです。落ちるわけがないでしょう。今日は皆さんのお顔を見にちょっとご挨拶に伺ったのよ。あなたは受かったの。私はここで1年間先生に教わってもういっぺん来年受験しようと思って。へえ、そう。やだ、やめなさいよ。
ぱりいいな、西園寺先生のピアノは。うまいですよね。桜子さんですっけ。あなた面白い方ね。そのドアから覗いてごらんなさい。こんな子供がこんなすごいピアノを弾く、東京という場所のレベルの高さに桜子は度肝を抜かれました。どうぞ。失礼します。有森桜子です。1年間よろしくお願いします。こちらこそ。先生から特別なご指示がなかったので入試の課題曲をもう一度練習し直してきました。よろしいでしょうか。はいはい。では始めます。いい匂いだ。神経の鎮静効果があると言われているラベンダーティーです。味わってみますか。ほいでもレッスンは午後3時。足を止めて風のそよぎに耳を澄ましたくなりますね。はあ。どうしてもピアノを弾きたいですか。それはまあ。でしたらご自分の得意な曲を弾いてください。心にしみるなるべくゆったりとした曲を。はい。ああ、うたた寝をしてしまいました。ああ、気持ちよかった。失礼いたします。はい先生、親睦会のお知らせ持ってきました。ああ、有森。あ、そうか、君たちは同じ岡崎だったね。戻ってこんで心配しとったら東京におったのか。もう一年頑張ってみないかって先生がおっしゃってくださったもんで。ほいでも。どうした。なんでもない。ほいじゃあね。あ、ちょっと今どこに住んどるんだ。マロニエ荘。あのアパート、あんなとこにまだおるのか。あんな連中と一緒に。そんな風に言わんで、みんな親切な人たちだよ。私が東京に残るって言ったら家賃の交渉して安くしてくれたり仕事紹介してくれたり。仕事って仕送りしてもらっとるんじゃないのか。私は試験に落ちたんだよ。仕送りなんかしてもらえるわけないじゃん。辰彦さんとは違うだで。ほいじゃ。あ、ちょっと待てよ。あ、郵便です。あ、はい、おたげさんです。
磯おばさん、レッスン代立て替えてくださったこと本当に感謝しています。おかげさまで私は東京生活を満喫し、日々勉学に励んでいます。うるさいわね、いい加減にして。大変なこともありますが、それよりも毎日音楽が勉強できて楽しい気持ちの方がずっと勝っています。そちらは皆さんお変わりないですか？お父さんの一周忌にはうちに帰って、できれば冬姉ちゃんと仲直りがしたいと思っています。かしこ。おい、頼もう。はい。肉の味噌漬けだ。おい、あれば助かります。そろそろ源一郎の一周忌だっちゅうに。桜子は東京で一体何やっとるんだ。本当にね、音楽だなんてくだらんこと言っとらんと、はよ帰ってくれいいんだな。本当に。はよ帰ってこいよ。ごめんください。びっくりした。誰から聞いたの？ここ。学校で初見さんから聞いたんだ。お邪魔します。おい、いらっしゃい。お店に来てお邪魔しますなんて変だよ。そっか。こんにちは、達彦さんと音楽理論の講義でご一緒だったの。そしたらこれから桜子さんのお店に伺うところだっておっしゃるから。へえ、面白いお店ね。今お水持ってきます。結構よ。私、桜子さんにお話があるの。何ですか？西園寺塾お辞めになってくださらない？待てよ、そんなこと言いに来たのか。ちょっと言わせて。桜子さん、将来は何を目指してらっしゃるの？私は、あそこに通う以上は少なくとも音楽家を目指してるのよね。そうですけど。無理だと思う。いいえ、無理よ。私のピアノが下手だからですか？技術以前の問題よ。こんなところで働かなきゃならないほどお金に困ってる人が、西園寺先生から最高の教育受けても音楽家になんかなれないの。はっきり言うわ、貧乏人は音楽家にはなれないの。